利根川幸男。この男、日本を牛耳る巨大企業である帝愛グループ、そのナンバー2に上り詰めた伝説の男のはずが。この漫画がすごい2017男編第1位獲得。あの悪魔的スピンオフがまさかまさかまさかのアニメ化。利根川に待っていたのは会長兵藤勝孝による圧倒的理不尽、部下である黒服たちによる裏切りと不信、降りかかる受難、反問、そして絶望。アニメ中間管理録利根川、7月3日火曜深夜放送開始。